パー、こんにちは、ちゃまでございます。あー、コメントいろいろ来てますけども、あのライブでもよく言われてますけどね、たつまんじろうさん、ちゃまくん鬼レート落ちて雑草ということでめっちゃ言われるんですよ。確かにもう1000いってたあの頃とは違う、今900ぐらいです。でもね、聞いてほしい、お前らのためにやってんだぞと。俺ぶち切れてるぞ。何をやってるかというと、今レート上げようと思ったらめっちゃ簡単、ツートップでダイヤモンドにしたら誰でも勝てる。だけど今んとこ見つかってる正解はそれぐらいしかない、簡単にできるものはね。でそれをボンバーするためにやっぱ1年間それをやるのは難しいと、しんどい。でそのために俺が前もってもうレールを敷いといてやろうと思っていろいろ探してるんです。この間もありましたね、コメントで、そういえばじゃまって面白い豚かと思ったらウイレ上手い人だったねって、おいと、プロ日本第1号の、見せつけてやりたいですよ今日は。ということでね、探してきましたよ。カンテよりもこいつだと、カンテよりもこいつだボンバーということで、はい、アーロン・ラムジーレベルマックス、見てください。コントロールループ待っております。コントロールループを持ってたらシュドがグン行くよみたいに言いましたけども、あのフラッスルもやばいです。ディマリア特にやばいです。ディマリア特にフラッスルの数値もあるし、あとなんかいろいろあるんじゃないかな、バックスピンとかかな、わかんないけどめっちゃやばいってことで、なかなかね、今作もうビルドアップ大変だし、前向くだけでもしんどいと、ディフェンスにグググググやられて、ってもうやられてるやつばっかりだろ。俺もそうだ。そういうのはもうやめていこう。もうそういうのはいらない。そういうウィリは何も面白くないということで、フラするだけでボンバーする男、チャマでございます。やったりましょうということで。まあ、これはね、ちょっと条件があって、相手がね、攻撃意識を下げていない。もしくは、フォアチェックアグレッシブとかね。あ、ラインが高いとかね。ああいうユルゲンクロップ来た。アイカモ。ユルゲンクロップ来ましたよということで。どうしましょうね。とりあえず今これがあるんで、この監督でやらせていただきます。アーロン・ラムジーの相性が悪い。でも関係ないんだよな。メッシでもいい。ケインでもいい。持ってる。あ、ケインじゃない。スターリングでもいい。リベリでもいいよと。持ってるから。そうなったら俺の大好きな、ネイマールちゃんいらないよってこと。ディマリア、リベリ、アーロン・ラムジー。ここがね。フラスルを上げていくと。で、まあ、やり方としては、まずリベリにボールを持たします。で、ムバッペなり、ロナウドなりと、ワンツーパスをして、ロナウド、ムバッペ走らせると。で、この時にね、リベリでスッと出すと、なんかあんまりいいところに行ってない時が多いんで、リベリからディマリアに落として、裏狙う。それだけです。で、逆だったらこいつでやる。アーロン・ラムジーでボンバー。行きましょい。だからこれね、もう流行っちゃったらもうどうしようと思って。もうね、今までの正解って、あれだったじゃん。事故を起こさないためにラインを高くしなきゃいけないみたいな。言ってたんだけど。まあ、事故は起こるんだけど、その後、ゴールから遠いところで事故が起こるから、まあその後、こうなんていうの、なんとか追いついたりとかね、キーパー出したりとかして対応できるけど。これね、そのライン、ハイラインのおじさんを、もう、ぶっ壊す！そんな作品になってます。あ、そんな作品じゃない。そんな戦術になってますんで、もうお願いします。僕はね、今日みんなに見せるために、もう勝ち負け関係なく、90分フラスル上げます。もうそれだけやってるんで、今、僕。もう勝ち負け関係なく、みんなの笑顔のために、もうストレスで、もういっぱい言ってくる。もう、チャマ君ほんと勝てないつまんないって。チャマ君ほんと勝てないんでつまんないんで、俺ウィリアムとかいいのかな、俺センスねえのかなみたいな感じで切れてる人がいるんで、待て待てと。そういうやつのために分かった。俺がもうね、探してきといてやるからっつって、もう自分の冷凍ね、もう捨ててやってるわけ、お願いしますということで、ボンボンボン。ラムジーはね、能力見たかった？見たかったろ、能力。手品にゃーってことで、誰だ今、狙ったの。細長いやつが狙ったの、誰だ ?28 番。28番誰だ、ちょっと ラムジーの能力だけ、ちょっとね、そう、すいません、試合中ですけども、こんな感じです。
まあ、ちょっと若干下がってますよ、これ。あの、適正ない、適正っていうか相性が良くないんで。オフェンスセンス88、ボールコントロール91、ドリブル88、グラウンダーパス91、フライパス87、キック力86、スピード76、瞬発77、はい、はい。で、まあ、コントロール。ディマリアすごいよ。ほら。フライパス93。もう90超えてる。この男のすごいパス。ぜひみんなに見ていただきたいということで。お願いします。おぉ。キープスボール。これはちょっとね、ゴー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 。でもブリンド、おい、リベリから。でもここ走らせてもいいかもね、こういう時は。ムーブルで。で、これレーダー見て。グーン、これだけ。うん、もう抜けてたでしょ。うん、オフサイドだけどね。で、これで抜けて、あの、シュート打ってもいいし、まあ、ムバッペに横パス出してもええんちゃうみたいな。そういう、そういう戦い。でフラスルを生かすために、おっとやってくるね、お前。フラスルを生かすために、こういう感じで、ちょっと待って。うっくーん、これ。うっくーん、これね。こう怪しい軌道でしょ。これをもうただただ繰り返す。で、実戦で本当にこれを生かそうと思ったら、うっくーん、ほら。えぐいよ、これ。はい。ここね、ラムジー来た、あ、ディマリ、あー、惜しい。これ、ちょっと見、ここで取られたらマジ地獄だから。うん、2人しかいないよ。あ、オフサイドなかった。終わった、ラッキー。あー、危ない。もうね、あの今もう下噛んで死のうと思いますけど。あ、思いましたけど、なんとかね、耐えましたよと。普通の、あれ、戦い方で、の中に織り交ぜるのが一番いいけど、今回はちょっとどんだけね、どんだけボンバーなのつって。こっから、ラムジーいるよ。ここ、行かないよと見せかけて。グーみたいな。怪しいでしょ。勝利困るでしょ、これ。もうただ単純に。これだけでもない。で、これできる人がリベリーいて、はい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 。グーあ、ちょっと遅いね、今、ちょっとね。うん、あ、ほら。グーン、トラップもこうだから。神。今シュート入んなかったけど、まあ、あれボレーじゃなくてヘディングだったら入ってたんじゃないか。まあ、あとはもうここ、あそこまでが今作難しいから、あとはもうシュートだけみたいな。おっとナイス、リベリーがね、いいシュート。はい、ブリント、はい、ここ走らせる。リベリーでドリブルして難しい。あ、無理だ。グーン、うわ、グーンだけだから、グーンするだけで、裏ケアばっかしてくるようになったら次はドリブルしちゃったらいいのよ。グーンを、あ、やばい、それはあかんで、グーン、キーパーもグーン、オーケー、ファンダー。やっぱりできればね、こう、あ、ロナウド下がってくるね。できればこうワンツーしてきたよね。うん、うーん、うざいでしょ。怪しいのが入ってるでしょ、これ。もう本当にこれ、ね、ゲージ関係ない、ただフラスルしてるだけ。ちょっと後ろ怖いね、後ろ怖い。それはあかんでと、危ねえ、そこ開けちゃダメよ。この人もかなりあのフラスルをね駆使してる。もうどんどんフラスル使っていった方がいい。で、今作フラスル弱いよっていうのね、あのフラスルのこのコントロールループを持ってない人だけだから。コントロールループでフライスルーパスの数値が高い人で長所がついてる人、もうどんどんやっていって、もうどんどん不思議な感じで、不思議な顔してドゥンってやって。危ない、パス来る。オッケー、あの人今回そんな入る。ドゥーン、ドゥーン、ナイス。あ、いいんじゃない、走らせちゃう。グーン、あっつって。で、これで、この人はね、結構慣れてるからあれだけど、あのね、下手な人はね、結構フラスルがね、この、浮く、このフラスル浮いちゃうんだけど、コントロールループで出すと。浮くフラスルを知らないから、初見の人とかは、結構ね、死角のタイミング、ヘディングで跳ね返すタイミングをミスっちゃう。うん、それで、あーみたいな。頭ビューン超えて、早く押しちゃうから。これね、あれもいけますよ。あれも。あれ。クロスもこれでいっちゃう。この辺だけね、丁寧にして。この辺だけ丁寧にしてよ。この辺だけ丁寧にして、もういつか、今か。
グーンつか、あ、グーン、グル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 、これね、ロナウド、あ、ここほら、事故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 って、これロナウドとか、あと誰だ、モラタとかでやるとやばい、超なんか、超不利な位置からでも、あのフィジカルでグーンいくから、で、ファンダイクのスライディングをグーン、ファンダイクもいいの持ってるからグーン。はい、ディマリー、ここ走ってほしいけどね、ここ空いたーっつって、ここやるんです。で、ここ難しいでしょ今の、ワンツーワンツーってやんの、ワンツーワンツーは難しい、だったらもうフラスルでグーンでいいんじゃないっつって、あ、やばいやばいやばい、やばい、グーン、グーン、相手の周辺をグーン、ね、横にグーン、分かったかな、危ないね、オッケーオッケーオッケー、うん、それだけです、本当にそれだけ、うん、で今ね、あのアンセーフティーな位置からやってますけど、もうちょっとね、ゴールに近い位置だとさらに脅威、さらに脅威、あとかなり打ってくるね、この人はね、暴れん坊さんだ、ピッチの中でも縦横無尽に暴れ回ってコーナーキックをバンバン取っていくよ、もう5本目だ、グーン、時間ないでしょ、ウバッペだったら、ウバッペ、あー惜しいね、あー、かなり怖い、かなり怖いよ、11本打ってんだ、セーブ、コーナーキックが6と、でこれでやりながら、まあ、普通に攻めながらの、なんていうの、組み合わせを作っていこうよっつって、いい、あ、ちょっと危ない危ない、わあ、うん、ここっつって、はいこれ、はい、ここはリバリー、あ、そのトラップいらん、グーン、ほらーっつ、勝ちそうでしょ、頭にピンいってたでしょ、ね、ちょっと今ね、完全に不利な、不利じゃない、有利な状況でしたけど、ラムジーの足の速さなら勝てないよっつって、リベリー、リベリーいっちゃう、タイミング合わないね、ラムジーいっちゃう、グーン、ほら、うん、あ、ちょっとね、下がっちゃった、リベリーはね、決定力とかある感じなんだけど、謎にやっぱあそこの噴火は入らないんで、いい、グーン、あ、惜しい、危ないよ、危ないよ、これ、お次も、グーン、タリアフィコ、それはあかんて、グーン、ここグーン、持ってない人はダメだから、これでグーン、やばいでしょ、ダイレクトでこれだ、これこの形作ればいい、手前に、まあ、スリートップでも何でもいいけど、奥にリベリーがいてロナウドがいて、で普通だったらロナウドリベリーで出したいとこだけど、リベリーに一発目当てて、じゃあロナウドが取ったことを出してくるから、この形めっちゃ簡単、めっちゃ簡単、ここまでいったらかなり効果的に、もう正直止めること無理なんじゃないかなっていう感じよ、これ、グングングン、逃げて、ラムジー、ラムジー、グーン、ほら、これ、ね、今のもね、あんなグイグイやられて、体勢の悪い中、足元の悪い中ね、そこまで通せちゃう、やっぱり、コントロールループ、最強じゃねえか、な、怖いよ、うん、ここ、あ、出して、早いな、プレスが早い。おう、危ないな、味方同士でボンバーしちゃってる、それはあかんで、あ、それはあかんでってこと、今のちょっとね、うん、なんでそんなとこいるのっていうところですけどね、うん、クソみたいな事故っつって、これね、これなんでね、イライラさせられるわけよ、僕たちは、この形、この形作っていく、
これもね、いっちゃうか普通に。これもね、いっちゃうよ。コントロールでどうだ。ラモス打ちたね。打てないね。グーンほら、グーンしてきてるよ。そういう時は、ちょっと避ける。先に触らして、うん。どうせやることないから。ちょっと離れる。ちょっと離れて。ディマリアあーうわっぺうわっぺいけないかないけないかリベリーAnd they've been caught out. ウンバペー has a shot! フライするバス最後いいとこ行ったでしょちょっとバックスピンなんてかけちゃっておしゃれ74分ちょっとあれですねメッシにしますかこれねちょっとスタミナおじさんがね死にかけてるんでハリー・ケインとかも怪しい動きするんじゃないうんでまあラムジーとディマリはまあそのままキープで、うん。さあさあさあ。サードだつ。サードだつ。アンヘルディマリだ。行くぞっつ。ちょっとさすがに覚えてた。去年の強いやつ。さすがに覚えてた。去年の強いやつ。今年もまあまあ強いよ。対処しなかった。ホイッスフォーダー。はい。はい。ハンダイ。うーん。グーンハリケーンね走っていく走っていくディマリアディマリアおまだあるあー惜しいあそこねメッシに出してループグーンでしたかったんだけどなかなかできませんでしたねこうね中絞ってグーンさせないよ誰だこれエグいやつ来てるぞモラタにグーンしたいモラタにグーンしたいさてエリプリントグーンあ出せるかなおっか戻ったと思ったんだけどねうんちょっと戻りが甘かったですねうんさあこれグーン82分ここ行っちゃうんじゃないのメシかあラムジのスピードラムジのスピードはちょっとダメだよそういう選手じゃないよっつってそれでちょっとずるいですね、今ね。それずるいよ。その戦い方ずるいよ。これちょっとね、シメオネの嫌なところですね。リトリー。いくらラインが低いとはいえ、ずるずる下げられたら、グーにしちゃうよ。グーン。あ、惜しいね。触れてたね、今ね。ちょっと遅かった。この辺がちょっとやっぱラムジーは瞬発とかが微妙なんで、ディマリアとかメッシとかだったらチューンでメッシなんそんな低いとこいるのバカなのかなはいはいはい触れる触れないなんで誰も触りに行かないんだなんで誰も触りに行かないなんでなんですかねこの策はね一番近い相手で取りたいっていうやつに合わずになんかひななんかえらい低いところにいるやつグーンしちゃうとかねグーン誰もいないやつだあネイマグーンなかなかねパスがつながりませんけどもグーンですねまだ時間ありますかロスタイム追いつけるのどうなの3分いける3分あったらもうグーンで一発よ、yeah、ここまず当てて行くと見せかけてあこれダメですねもらったらダメよっグーンできるあダメね、うん、狙いすぎるねこういう感じでミスっちゃいますけどもうないグーンあー俺ですね、負けちゃったけどこのグーンぜひ使ってみて本当にねケアしてない人バリバリいきますよバリバリもうなんだろうもうダメなんじゃねえかっていうぐらいバリバリいきますぜひやってみてください試合は負けちゃいましたけどねこれをうまく試合の中で僕の1点目とかあの辺で活用していけたらかなりな強技になると思うんでぜひやってみてください最後までご視聴いただきましてありがとうございましたコメントチャンネル登録よろしくお願いいたしますさようならパーボールは転がってゆく僕らの思いを乗せてたくさんミスをしたっていいんだよほら心は燃えてるから